スルタンアブドゥルサマド・ジャメモスクは、マレーシアのクアラルンプールにある、最も古いモスクの一つである。クラン側とゴンパック側の合流地点にあり、ジャラントゥンペラからアクセスすることができる。モスクは、アーサー・ベニソン・ハバックによって設計され、1909年に建造された。ジャメとは、人々が礼拝に集まる場所を意味するアラビア語に、相当するマレー語である。 ゴンバック側とクラン側の合流点にあるジャメモスクの眺めモスクはクラン側とゴンバック側の合流点にある古いマレー人向け埋葬地のあった場所に建てられジャメモスクと名付けられた。ジャラントゥンペラ及びマレーストリート近辺にはそれ以前からもマレー人コミュニティのためのモスクがいくつかあったもののジャメモスクは大規模なモスクとしてクアラルンプールに建造された最初のものである。 モスクの礎石は1908年3月23日にセランゴールのスルタンによって付設され、モスクは1909年12月23日に正式に公開された。モスクの建設には32,625ドルの費用を要し、その一部は英国植民地政府からの寄付を受けたマレージンコミュニティの資金により賄われた。建築家は アーサー・ベニソン・ハバックで、インドのイスラム王朝ムガル帝国の建築様式を用いてこのモスクを設計した。ジャメモスクは、1965年に、マスジットネガラが建てられるまで、クアラルンプールの主要なモスクとしての役割を果たした。モスクは、その後増築により、規模が拡張されており、現在はオープンウェアになっている前提も、当初は屋根で覆われていた。モスクのドームの一つは、 1993年に大雨のために崩壊したが、その後修復された。2017年6月23日、ジャメモスクの正式名称が、セランゴールの当時のスルタンにより、第四大スルタンであったスルタンアブドゥルサマドの名前を、とって、スルタンアブドゥルサマドジャメモスクに改名された。これは、ジャメモスクが建てられている土地は、本来セランゴール州の一部であったためである。 ジャメモスクの元の建造部分と増築部分、レンガの色が異なっているのが見て取れる。ジャメモスクの設計様式は、ムーア様式、インドサラセン様式、または、ムガル様式と説明されている。ハバックはまた、クアラルンプール駅や、クアラカンサーにあるウーブディアモスクなど、多くの建物を類似の建築様式で設計している。ジャメモスクは、小さなミナレットと、 二つの主要なミナレットを有している。レンガと石膏で形成されたミナレットのピンクと白の島模様は、地と包帯と呼ばれている。モスクには三つのドームがあり、最大のドームは21.3メートルの高さである。礼拝堂はドームの下にある。ジャメモスクは1984年に改築された。川に最も近いミナレットはすでに傾斜していたため、補強がなされた。 ジャメモスクの近くには、ラピドクル・クラナジャヤ線並びに、ラピドクル・アンパン線及びスリプタリン線のマスジと、ジャメ駅がある。駅は、チャイナタウンとリトル・インディアの間にある。ムルデカ・スクエアからも近い。ありがとうございます。